ハビマー劇団、劇場は、ヘブライ語劇団、劇場の名前で、イスラエルの国立劇場。ビーマーは、シナゴーグの聖書朗読、講義者のための演題、講談、舞台のことを表す、一般的な名詞。監視派イコールヘクタールマイナスがついているので、ただ一つの舞台を意味する。1912年、ナフムゼマハにより、ビアウィストクに設立された。 ヘブライ語劇場に起源を持つ。第一次世界大戦により劇団はポーランドからモスクワに移動し、1917年にスタニスラフスキーの協力のもとモスクワ芸術座の支援でモスクワに設立された。多くはこれを起源とするとしている。1926年、劇場はソビエト連邦を去り、数年の移動の後、最終的に1931年テルアビブに、 移転する。イディッシュ作家シュロイメ・アンスキーの名作で、ハイム・ナフ・マン・ビアリクにより、ヘブライ語訳された、ハビマーの歴史的な作品といえる、ディブック・ザ・ディブクにレアレ・レアエル役で主演したハナ・ロビナ。ハナ・ロビンナは、ユダヤ系劇場、イスラエルの劇場の文化的象徴であった。1953年、国立劇場となる。ハビマーは80の俳優がおり、120の作品を、 上演している。マックス・ブロードが芸術監督を担当したこともあった。現在の総合監督はヤコブ・アグモンやアカブ・ワグメン。建物の設計はハンガリーの建築家、オスカル・カウフマンである。ゾーロモン・シュトラーマー、ソロモン・ストレマーがクルージュイコールナッポカに設立した1920年代のイディッシュ語劇団の名前でもある。ありがとうございます。